それこそ鳥も虫も一切合切のものを作ったのが誠の神であります。でこのまず、一切の作り主、これをこの誠の神を一体誰が作ったのか、こういうことが問題になります。誠の神は誰が作ったのか。この誠の神を作った存在はありません。でも仮に誠の神を作った別の力、もしありとせば、この体たりきが誠の神です。この誠の神を作ったたりきを作った別の大たりきがもしあるなら、これが誠の神。つまり、誠の神とは作られたものじゃない。つまり人間の頭によってでっち上げたものでもなく、初めから存在するもので、そうなってきますと、例えば、お稲荷さんとか、あるいは靖国神社に祀られている神とか、そういうものはそれ自体が作られたものですから、誠の神からは外れてしまうわけです。もう一つ定義があります。無限絶対無始無終の宇宙の大原理、無限絶対無始無終の宇宙の大原理、その大きさにおいて限りなく大きい。現にこの宇宙はどん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 広がっているようでいるそうですが、まさしく無限の広がりを持つ。そしてその権威において絶対である。始めもなく終わりもない。これがすなわち宇宙なんですね。この宇宙の大原理、これで大原理というとどう言ったらいいでしょうね。宇宙のアイデンティティと言うんでしょうかね。私なら私の肉体とかそうじゃなくて、私そのものという、これが誠の神であります。で、誠の神はどこにいらっしゃるのか、そのいらっしゃる場所がわからないと、どちらへ向けて祈っていいかわからないわけです。例えば月なのか、太陽なのか、地球なのか、地球とすればどこの国に、あるいは、神社仏閣におわすのか、あるいは家々の神棚に、仏壇にいらっしゃるのか。ところが、もし、宇宙は無限ですから形もないものですが、仮にこれが宇宙だとして、ここに神様がいらっしゃるとすると、宇宙とこの神様とは
相対的なものになります。そうなると絶対というこの定義に外れてしまいますね。つまり宇宙はどこかにいらっしゃるんじゃなくて、宇宙と合一状態にあるんだ。で、じゃあ宇宙の大原理、これはまだですか？すいません。宇宙の、大人間、この宇宙はどうやってできていったのか。聖書は全てのものは無から始まるとおっしゃってます。これは常識では考えられない。無からは何ものも生まれないわけですね。ところが聖書は全てが無から始まる、四大界を経て、現実のものになっていくんだ。すいません、言うの、はい、言うの天、こういう四段階を経て現実のものになるんだ。海観、これが出来上がったのは平成元年の夏でした。この時に、念願の海観ができて、イタリアからのお客さんも迎え、本当にこう喜びを持って、この日を迎えたわけですが、これは現実になったわけですから、天の天の段階、天というのは存在するといいますかね、現れる。有というのは無といいますか。だから有天という言葉、これは神様の方の言葉ですが、分かりやすく言えば有は無、そして天は有と言いますか、無の無、無の有、有の無、有の有と、そう理解した方が分かりやすいかもしれません。平成元年の8月に初めてこの建物が県の県になったわけです。ところがその段階で何年か前でしたか、どうしても私たちの建物は昨日いらっしゃいました熊谷方、そこしかなかったわけですね。だからあそこで全ての行事をやってました。大祭などは入りきれませんので、庭に、テントを張ってやっていたわけです。そして来られる方もあちこちに分縮していただいたり、どうしても必要だと。で、建てましょうと。そう決意した時は、これは天の有なんですね、一歩手前。まだ現実が出来上がってないんです。で、ただ設計図とかそういうものは具体化されてますが、現実には建物はなかった。これは天の有。
そしてどうしても作りましょうと皆さんで決めたとき、さあどういうようなものになるかわからないけれど作りましょう。これが有の権なんです。ところがその時突然作ろうと決めたんじゃなくて、一人一人の心の中に無意識にでも何か建物が欲しいな、みんなの集まる場所が欲しいな、無意識の中にそういうものがあったから作りましょうと決意できた。その前の段階はですから、有の有ということですね。例えば私たちにしてもそうです。私たちは今現に存在してますから、剣の剣の段階、その一歩、もう一つこう遡ると私たちは母の体内にいました。まだここへは出てきてない。だから剣の有なんですね。そしてそのもう一つの段階、父と母の出会いがあります。出会いの結びがある。私たちは存在してないんですよ。存在してないにもかかわらず、愛の結びによって一点のこっちが母の体内に落ちる。これが有の権ですね。だから突然そういうふうに結ばれるんじゃなくて、一種の因縁というんでしょうか、無意識のうちにお互いが求め合っている時代があった。これが有の有なんだ。一切のものは無から始まるんだ。でこの無というのはだから非常に大事なんですね。意識しないけれども無の中に有の剣の種をもうはらんでるわけで、この宇宙もそうです。一番最初は天もなく地もなく、天も地もないからもちろん時間も空間はありません。はるかなる昔、時間空間がないから大航空ですね。その中に一点の墓地が忽然と現れた。足かびの目のようなという、この足の目ですね、忽然と現れた。全く何もないところに一点の墓地が忽然と現れた。今や活動を始めて一種の円形を作る。で作りながら非常に神々しい二種類の木、これを放射していく。そしてその木がこの最初の円を包んでいくというんですね。二種類の木、これを霊素体素と言います。全く相反するものが
結び合う。そして新しい命を生み出す。こういう働きがあります。炭素と水素、結び合うことによって水が生まれますね。陽極と陰極と結び合って電気が生まれる。男と女の愛の結びによって新しい命が生まれる。霊素と体素もまた結び合います。鬼三郎精子は伝令学という、これを非常に大事になさいますが、伝令学で霊は死もしくは死と呼びます。だから人間は霊を止める存在だから人なんですね。でこの霊素と体素、これは体、体というのは魂が入ってないときは魂が体だけであると魂が体だから体玉とこう言いますね。霊素と体素が結び合うことによって力素、力が生まれてきます。ここで初めてこの大国の中に一つの動きが出てきたわけです。一番最初に生み出されたものが何かというと、精子は言霊だと言われる。言葉には魂がある。一番最初に、じゃあどういう言霊が生まれたか。最初にね、この言霊が
高天原という言葉によって例題が作られている。高天原に何かへ高天原、そしてまず例題が作られた。高天原が作られた。で、霊界と玄界とは相応の理で成り立っていますから、その霊界のがまずできて、それが玄界に移ってくるわけですね。そしてこの玄界が出来上がっていく。一番最初はだから霊界ができるの。そして、こう霊界ができるわけですが、この最初のこの状態、この丸みというのね、巣というのまだ聞こえるか聞こえないような活気の音のこの状態、これを日本の古典では雨の水中道の狼と言う。そして、大元では大国とこたちの狼。で、この霊祖の喉、これを高み結びの神、そして大祖の元、これを神結びの神、一緒です。高み結び、神結び、つまり古事記で三霊と書いてある。これは霊を生むということ。霊というのは命ですから、命を生み出すというお働き、これが高み結びの神、神結びの神のお働きによって、現れている。で、この宇宙が言霊によって作られると、こういうと、まあ、なんか前に唾をつけて太陽な気になりますでしょうが、これは織三郎製紙が言ってるだけじゃないんです。例えばキリスト教、はじめに言葉あり、言葉は神あり、この言葉によって一切のものが作られる、これ聖書にありますね。はじめに言葉あり、言葉は神であり、その言葉によって一切のものが作られた。聖書でもはっきりと言葉と言ってるんですね。ところが外国では言霊という意味がわからないので、それではじめに道があった、そういうふうな、私らの今どうなってますか。私らの若い頃の聖書は初めに道ありきと、実際にはその通り直訳すればロゴスなんですね。ロゴスというのは言葉ということ。だから聖書でもちゃんと初めに言葉があったんだよ。そして、古事記でもそうですね。初めて高天原になれる皆は高み結びの神、次で神結びの神、結びという命を生む、つまり高天原にという言霊によってまず高天原が作られたんだ。で、相応の理によって玄界が作られたんだ。ですから日本の古典でもそう言ってる。仏教でもね、
宙全体を指すわけです。あうん。あうんという言霊によって、全てができたんだよ。あうんと特に言うのは、真言密教なんかは非常にその言葉を大事にします。ただ、聖師がおっしゃるのは、仏教であうんを説くけれども、阿吽の根源に、そのもっともとに、す、神があるということを知らない。だから仏教の哲理をいくら学んでも、神の概念には近づけないんだ。確かにそうなんですね。だから仏教では神を否定しています。で、この、こういう、形、これは大元系の宗教ではよくこれをね、印にしたりしてますね。聖師の母音ははっきりとこの巣の母音、これを私たちは聖師の母音を特に巣の母音こう言ってますが、こういうはっきりした特徴のある母音を持ってらっしゃる。で、すべてのものが、この玉のいわゆるビッグバン、青い、バーッと鳴り響いてね、その力によって、元素ができて、いろんなものが作られていったんだ。で、その、まだこの状態では活動しませんが、骨玉ができて、あらゆるものが出来上がって、骨玉のビッグバンによって出来上がって力を発揮した状態、これを私たちはカムスサノオの狼と言っている。カムスサノオの狼で、このと信号というのは違うんですね。その区別は覚えておいてください。神明、信号、神明というのはね、この名前はというのは夕方に口とか暗くなって相手が分からなくなった。おい誰それ、おい、それで相手を識別する。だから名前は単に符号に過ぎないんですね。ところが号というのは、これは号という字です。号と言いますね。これに口を書く、つまり、こうは叫ぶということなんです。口で叫ぶ、これがこうだ。昔の字は、ここに虎を描きました。虎のように叫ぶ。つまり、心の漂白というか、絶叫なんですね。御神号というのは、御神名じゃないんです。名前というのは符号ですから、だから、この宇宙を一切作ったこの誠の神、これをいろんな名前で呼ばれます。アラーの神とかね、それから、キリスト教ではゴッドと言いますしね、ゼウス